どうも、フィッシャーズシルクです。マスどうも、ダーマ、ペケ、ボトキです。こちら、キャットアのチョコレート。食べんの？食べない。ひらめき型アドリブ発想カードゲームとなっております。まあ簡単に言うと、お題となるイベントがあるんですよ。それを手札にある何かのアイテムで切り抜けようっていう。このね、キャット、チョコ。これチームです。あ、じゃあ猫組かチョコ組なんだ。そうそうそう。なんかね、これね、決めらんチームわかんない。あ、わかんないの？だからチョコか猫かわかんない。イベントを切り抜けたっていう判断は、ここでやるのよ。みんなが審判かつみんながプレイヤー。チームがわからない状況でスタートするわけよ。チームは分けちゃうわ。これ自分がチョコだったら見ちゃいけないんだよ。そう、ゲーム開始前からもうすでにボケてる。とりあえず今ね、チームが分け終わりました。こちらがね、アイテムカードになっております。うん、これ一人3枚ずつですよね。はい。確かに。はい、とりあえず今アイテムカード1人3枚ずつ配りましたね、はい、これがね、イベントのカードでこの1とかってこれ数字がね後ろに書いてあるんですよ。手札の使うアイテムの数。あ、じゃあ少ない方が楽なのか多い方が楽なのかまたそれも難しいところなんですけど、でこのイベントのカードの中にエンドが曲がります。おう、スッて。それはどうエンド？これ引いたらゲーム終了。アイテムこれ出してこういうイベントで切り抜けたよみたいな感じの答え言ったら、まあみんな判断するわけじゃないですか。1人がプレイヤーやったら5人だから3対2になって、まあ、3人 OK ってなったら、まあ、切り抜けられるわけなんですけど、切り抜けたらこのイベントカードをもらえるんですよ。あー、そう、チーム発表ってなって分かるわけじゃん。したら仲間のチームのそのイベント切り抜けた保持してるやつの枚数で勝ち分けを決まる。キャットのチョコレート始めます。あ、はい、まあ今年のようにダーバーからいきましょうか。おー、今3、2、1。子犬が車に跳ねられそう、助けたい。アイテムカードは1枚ね、使用。そう、そうだね、1枚で俺らは説得させねえ。うん、まあダーマ流でいいんだよ。これ真面目に説得させるのも OK だし、面白おかしく、うん、まあ、また面白いから OK。 で、まあ、タイプはある。まあじゃあ普通に行くよ。はい、私はこのカツラを使って、はい、カツラを全部逆にかぶり、車の前に飛び出し、運転手を驚かせて止めて車を助ける。あはははなんでお前犬のが強いんだよ。面白い、OK、 OK、 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 犬じゃなくて車を助けたんだから。おいおい、じゃあいきます。はい、アイテムカード2枚使います。会社が倒産しそうだ。会社が倒産しそうだをアイテムカード2枚で切り替えてください。はい、 OK、 整いました。1億円のへそくりを持ったおかんが現れて見た時に、さ、これ見た時に、あ、1億円あるじゃん。OK です。よっしゃー。じゃあ、元木で次は、じゃあ、イベントだ。1枚だけだね。うん、薄着で外に出てしまった。だ、地味に難しいやつ。いや、地味に難しいやつだこれ。もっとお前おかん見ないでくれ。お願いします。薄着で外に出てしまった1枚のアイテムカードで切り抜けてください。どうぞ。はい、マッチを使います。はい、で、ダウンを取る。マッチだけで。OK な人はこう、他の人はもう、せーの、うん。いくよ、せーの、ドン。家の鍵をかけ忘れた。こないだ俺家の鍵かけ忘れたんじゃなくて家の鍵ぶっ壊したんだよ。ひねったら折れたんだよ。あえてちょっと真面目にいくね。うん、はいよ。え、とりあえず遠くから見守ろう。せーの。あー、アイテムが大事なんだね。そうね、アイテム大事。じゃあこれはイベントカードを全部使うので、せーの、まさゆくんのイベント、こちらドン。買った商品が壊れてる、レシートがなくて返品できない。お、よくある。俺じゃん。お願いします、3枚使ってください。はい、粘土で、形を作るんですよ。まあ、固めないといけないわけですよね、普通の粘土。消火器で何とかします。買ったものがこの人に対するものだったんで、プレゼントしました。メジャーリーガーに対してのブレーだけど、せーの。おーやばい。ダブルです。これ1だからね。そうなんだよ。ダブル。テレビの番組の録画に失敗。どうしても見たい。あ、じゃあテレビ番組の録画に失敗でどうしても見たい。もうイラついたので石鹸を投げる。せーの。ああ。うまい具合にもうちょっとこの石鹸をいじってほしかったから。テレビ番組の録画に失敗したから、あ、水の泡だったって感じで出してくれたら、あ、うまいっつって。なんで俺よりうまいの出すんだよ。もらいます。一周しましたね。じゃあ2周目の。じゃあ2周目くん、2周目くん。2周目くんだよ、2周目。じゃあ、ダーマくん、イベントどうぞ。1枚です。デートの前なのに餃子を食べてしまった。このイラストからしたらこいつ餃子丸飲みしてるけどね。デートの前なのに餃子を食べてしまった。切り抜けるアイテム一つ。いい匂いのする口紅を食べる。せーの。まあ、オッケー。おー、いや、ダーマいいね。いい感じ。ペカ、アイテムは1枚だけですね。サボっているところを見つかりそう。バイトだね。あー、見つかってんだよ。視野狭えな、これ。タンキングタイム終わりだぞ。シンキングな。トゥトゥトゥじゃん。
映画のチケットをこうヒューッとこうね、こうヒューッてやってここら辺に落とさせて、はい、次行きましょう。木本木くん、はい、じゃあ1枚でアイテムカードを使ってイベント切り抜けてください。はい、どうぞ。ストーン。両親が喧嘩、仲直りさせたい。あー、仲直りさせたいね。切り抜けてください、どうぞ。チョコレートを半分こにしてあげて二人に食べてもらって仲直りしてもらう。せーの。オッケー、あれなんかね、ほんわかした。次はシュルク。2枚、2枚使えば久しぶりの2枚だな。ね、せーの、バドン。家の鍵、鍵家の鍵がない。また鍵忘れて家の鍵がない。オッケー、家の鍵がない、家の中にいる状態だ。じゃあシュルクロード、家の鍵がない2枚で切り抜けてください。はい、どうぞ。とりあえず盗んだやつを探すために卒業アルバムを見た後に形状が似てるからバイオリンを持ってくる。手札すげえな、こいつ。せーの。なんでだよ。いいだろ別にバイオリンで開けようとしても。じゃあまたイベント、どうぞ。ドン。アイドルに恋をした。仕事も勉強も手につかない。小説でストーリーを作った。トイレが混んでて入れない。え、ガムテープでこいつらを縛って薬を飲ませる。もう一枚もう見せるね。うん、ドライヤーなの。あ、俺にできることはラーメン食って猫を乾かすことぐらいなんだよ。こいつ関係ねえんだよ。片思いの相手を振り向かせたい。これまず最初にけん玉マスターの。おー、で次に高を買い始めます。いや、片思いじゃなくて高思いだから。バスが乗っ取られた。やばくね。包丁危ないから、まず粘土で包む。バイオリンで殴る。もういいよ、もう解決しちゃう。だからまあこいつだったら死んじゃったじゃん、バイオリン。死んだのこれ。こいつ死んじゃったから、まあ新聞に載っちゃった。バスジェックしたやつがバイオリンで叩かれて殺されたでしょ。そう、それ新聞に載るわ。宇宙人が現れた。引っ掛けられそうだ。カツラを引っ掛けろ。おお。私には紙はいらぬ。じゃあ一応出て帰ろう。手元からドライヤーが離れない。マサイのターンですね。じゃあマサイのターン、アイテムカード2枚のイベント。比較的君使うカードが多いよね。あー。俺が0枚。マサイが2枚です。2枚。ダマは1枚。ダマは4枚。おお。ペケ2枚。モトキ2枚。2枚。せーの、じゃん。に、あぁ、1枚差か。あれシルクは、え、出さないのイベントカード。俺なんかシルクどうしたの。俺いる。俺持ってるカード、キャットチームのやつかな。勝負の方はですね、キャットチームであるダーマ、ペケタン、シルクの勝ち。あぁ、見事。楽しかった。よかったよかった。はい、片付けよ。あ、出た。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。